第二次世界大戦日本の幸福文書幸福文書とは1945年9月2日日本と連合国との間で交わされた休戦協定の名称。この協定により日本の幸福が確認されポツダム宣言の受諾は外交文書上を固定された。ポツダム宣言受諾が公表された玉音放送から およそ半月後の1945年9月2日、東京湾上のアメリカ戦艦がミズーリの甲板上において調印された。内容は以下の通り。連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーが調印の式場に、ミズーリの艦上を選んだのは、洋上であれば、式典を妨害されないこと、ミズーリが時の大統領であったハリー・エストルーマンの出身州であり、 大統領の娘が、官名の命名者であったこと、海軍側に花を持たせたいと考えたことが、その理由とされている。水売りはかつてペリーが、日米は新条約調印の際に、機関砲破綻号を停泊させていたのと同じ位置に、停泊したとされ、これは、マッカーサーの演出とされている。式典は1945年9月2日午前9時に、始まり、まずマッカーサーが、 冒頭前で演説を行った。日本側からは、天皇及び大日本帝国政府を代表して、重光葵外務大臣が、また大本営を代表して、梅津吉次郎参謀総長が署名した。連合国側からは、まず連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーが4連合国を代表するとともに、日本と戦争状態にあった、他の連合国を代表して、 署名を行った。その後、以下の各国代表が署名した幸福文書は2通作成されたが、そのうちの1通は、カナダ代表が署名の箇所を誤ったため、以後の代表は、署名欄を一段ずつずらして署名し、調印式終了後に国名が訂正されている。その他の主な参列者は、下記の通り。23分間にわたる式典の模様は、 通信感染案混合を通じて全世界に中継された。2通作成された幸福文書のうち1通は連合国側のものは米国の国立公文書館に保管されている。もう1通は日本側のもので外交資料館が所蔵している。原本は節目に公開されることがあり日本側所蔵の原本が最後に公開されたのは 戦後70年となる2015年8月31日から9月12日。場所は外交資料館の展示室にて一般命令第1号とともに特別展示された。普段は日本側所蔵の文書のレプリカが展示されている。以上を受けて昭和天皇は幸福文書調印に関する章書を発した。陳派章は20年7月26日。 米英資各国政府の主犯、カポツダムにお手発し後に、イケル連邦か参加したる宣言のケーフル書状項を受諾し、帝国政府及び大本営に対し、連合国最高司令官か提示したる幸福文書に、陳二代理署名しかつ連合国最高司令官の、指示に聞き陸海軍に対、する一般命令を発すべきことを命したり、陳八以下、新民に対し、 敵対行為を直に止めめぶきを、即かつ、幸福文書の一切の条項並みに帝国政府、及び大本営の発する一般命令を誠実に、履行を責むことを命す。漁名魚字昭和20年9月2日、大東は戦争終結に、席する関係文書調印に、関する兼幸福文書に使用された紙は、日本の耐久性の高い白石和氏が使用されたが、 これは1943年に、宮内省に重要記録用仕様として納入したもので、ある。ありがとうございます。